今ですね、レンタカー屋さんに向かってます。ちなみに左手にカメラを持って右手にスーツケース持ってるので手がパンパンです。ちなみにレナはこんな感じ。バックパックを背負ってるので両手が空いてます。俺もバックパックにしとけばよかった。はい、でこれから今日レンタカーを借りて3週間ぐらいレンタカー借ります。でですね、今巨大な駐車場みたいなところに来てるんですけど、ちょっとレンタカー屋さんのお店がどこか分からずですね、さまよってます。ここっぽいね。違う。ようやく見つけました。Hello. We have a car rental reservation. We're going to drive around England and Scotland for a couple of weeks. Oh, perfect. 今日借りる車なんですけど、一つ問題があって、マニュアル車なんですよね。はい。で、免許取ってからマニュアル車を全然運転してないので、そもそもエンジンのかけ方すらよくわかんないので、後でググって。頑張ります。でとりあえずこの辺今駐車場になってるので、ここを何周かして練習してから街に繰り出そうと思います。ちょっとレンタカー屋さんで手違いがあったらしくて、もともと3週間車をレンタカーする予定で、途中からレナの両親が合流するのでちょっと大きめの車を予約してたんですね。ただ最初の2週間はちっちゃい車しか準備できないと。ただ良かったことにレナの両親が合流するのが2週間後なので、最初の2週間はちっちゃい車で、その後レナの両親が合流するタイミングではちゃんと大きい車にチェンジしてくれる。そうです。行きましょう。ようやく車をピックアップしました。車はこちらです。受付の人はちっちゃい車って言ってたけど、全然問題ないぐらいの大きさ。これどうやってスタートすればいいの？ブレーキとクラッチ、クラッチを両方踏んでオン。エンジンスタート。エンジンスタートしたぜ。待って、ちょっと一回これあれなんだっけ、クラッチ離すとエンストするよね。そう、一回止まった一気にエンスト。やばい、車来た。ちょ、待って、ごめん。待ってって。いいよ、行って。初心者だから。よし、行くぞ。2で行くか。あれは2が、遅すぎて2にすると死ぬよ。もうだいぶ慣れてきたよ。もう行けるんちゃう？行きましょう。じゃあ行きましょう。プーって言われる。こっち。ウェイ。到着。はい。今ロンドンの郊外のサービスエリアに来てます。ちょっと車15分ぐらい運転してめちゃくちゃ疲れたので、サービスエリアでちょっと休憩します。Are you going? Taka. They're leaving. Okay. Okay. はい。ロックして。すべて指示しないと動けないらしい。すごいね。完璧。それでは今エイブベリーっていう名前の町に来てます。でこのレストランもこの町に多分このレストランしかないぐらいめちゃくちゃ田舎の町です。でなんでここに来たかっていうと、大きな石のサークルがすごい有名で、車でロンドンから1時間半ぐらいドライブして来ました。でその石のサークルができたっていうのも、紀元前2200年から紀元前2800年っていうめちゃくちゃ昔にできた。ただ何の目的で作ったかっていうのはよく分かってないらしい。
これが石のサークルの一部です。レナの身長が何センチだっけ。160センチのレナの身長と比べると4メートルぐらいあるんだね。これがいっぱいいろんなところに立ってて大きな一つのサークルを作ってる。でこの大きなサークルはこのエリアに、3つあるらしいです。これちょっと今気づいたんですけどこの石のサークルでかすぎて地上から歩いてもよくわかんない。石が立ってるだけ。そう、でかい石が何個か立ってるのがわかるだけでサークルになってるのは全然見えない。ドローンとか持ってれば空撮して上から綺麗に。残念、下から歩いてるだけだと全体像の綺麗なサークルは残念ながら見れなかった。先に気づけばよかった。はい、そういえば3週間車をレンタルして何をするかまだ言ってなかったのでちょっとここで説明しておきます。まずバースにこの後向かいます。でバースの後はオックスフォードに行ってマンチェスターに行ってニューキャッスルに行ってその後スコットランドに入ってエディンバラに行きます。でエディンバラでレナの両親が合流して1週間ぐらいスコットランドを車でドライブします。でその後エディンバラからロンドンまで降りてくる間にケンブリッジにも寄ります。トータル3週間のドライブの旅です。なのでとりあえず今からはバースに向かいます。でバースではホストがいるのでそのホストの家に2日間泊まります。じゃあ向かいます。それではバースのホストのお家に着きました。今日のホストはバースにずっと子供の頃から住んでる家族のお家に泊まります。で早速今から夜ご飯を用意してくれているということなのでバースの家庭料理をご馳走になっていろいろお話を聞きたいと思います。ここがバースのお家です。Hello. Can we just park here? Yes, just in that spot there, please. ちょうど今ホストのお家の部屋に入ってきました。普通に広い部屋でベッドもあるしソファーもあるしこっちにもまたソファーあるしで眺めもまたねめちゃくちゃいいんだよね。ちょっとこのお家が丘の上に立っててすごいこの家からの眺めが最高に素晴らしいです。はい。でちょっと外行ってみますか。外こんな感じ。めちゃめちゃ広い庭があります。でお家はこんな感じ、白壁で超可愛らしい感じ。見てください、プール。家にバカでかいプールがついてるっていうね、なんか海外って感じします。すごいね。で、そこに見える温室ハウスみたいなところにはウサギが飼ってます。ハロー。そしてワンちゃんもいます。めちゃめちゃ水が冷たい。ここのホストのカレンザは2人のホームステイしてる人からお金をもらって生計を立ててるらしいです。なので基本的には仕事はしてなくて、で俺たちみたいな短期で泊まる人は全員無料で泊めてあげてて、いろんな国の人たちを、家に招き入れて、文化交流して楽しんでる。みんなあのカード持ってるんだね。はい、今イギリスのパブに来てます。で今からパブクイズやります。パブクイズっていうのはイギリスで有名なこのパブの中でクイズをお酒を飲みながら答えるというのがパブクイズです。でここのパブだと週に1回毎週日曜日の夜にパブクイズが開かれて街の人が集まってきてというのがイギリスの文化らしいです。でこのパブクイズに参加するために1人1パウンドベットしてます。でそのみんながかけた1パウンドを優勝したチームが半分持っていくっていう。
で、残りの半分はチャリティーに行くっていうシステムらしいです。ハブクイズ激ムズです。多分半分も合ってない。半分以上合ってない。この4人で、あ、今いないけど、アランとレナとこれともう一人ホスト4人でやってるけど半分もわからない。めちゃむずい、はい、もっと勉強しよう。今は丸付けの時間です。イエーイ。はい、僕たちのチーム25点です。60点満点の25点なので半分も取れませんでした。 Yeah, that was right. 残念。 51 points this far. Here we go. おお、今パブクイズからホストの家に帰ってきました。もしこの動画が面白かった人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。イギリスでもしおすすめの場所とかあればコメント欄で教えてください。ではまた次の動画で、バイバーイ。